皆さんこんにちは、マダルギルビジです。では今回は、バンダイ版銀河英雄伝説帝国編続きをプレイしていきたいと思います。今回のステージは、第4次ティアマト海戦になります。早速、シナリオ導入部分から見ていきたいと思います。宇宙暦795年、帝国暦486年9月、惑星レグニツや運送での戦闘は主力を投じてのものではなかったこともあり、両軍の欲求不満を更新させる結果を生じただけであった。あの凄まじい自然環境が不利に働かなければ自分たちが勝っていたという思いが両軍を捉え、再戦と完全勝利への意欲をかきたてた。9月11日、帝国軍と同盟軍はしばしば見られる敵味方の暗黙の了解のうちにティアマト聖域に布陣を果たした。第4次ティアマト海戦が目前に迫ったこの日、その防衛拠点であるイゼルロン要塞の司令部において、ミュッケンベルガー元帥は作戦会議を行っていた。こちらがミュッケンベルガー元帥ですね。イゼルロン要塞駐留軍は全軍をもってこれを迎撃、敵を完膚なきまでに壊滅せよ。出撃予定兵は明朝0600まで。要塞内自由行動が許される。十分英気を養うように。なお、ゲーゲーク軍の左翼は、収入早々だが、ラインハルト・フォン・ミューゼル大将の遠征軍に任せるものとする。ということですね。まあ、今回は、ラインハルト左翼を担当するということになりますが、これ、小説読まれたことがある方はもうご存知だと思うんですけども、このね、ラインハルト左翼に置いておくというのは、ミュッケンベルガーの、まあ、いわば計りごととも言うべき内容で、このラインハルトをね、ほとりに使おうというミュッケンベルガーの、まあ、腹積もりがあったわけなんですね。それを逆手にとって、ラインハルトは、確か転身してですね、逆にこのミュッケンベルガーをおとりに使うというね、奇策を講じたのが第4次ティアマト海戦だったかな、というふうに思います。では、第4次ティアマト海戦ですね。中身見ていきたいと思います。今回もロイエンタールとミッターマイヤーはラインハルトの帰化の部隊として使えそうですね。そうなると変わらずロイエンタール、ミッターマイヤー、さらにネックリンガーにキルヒアイスというね、もう本当に嬉しい限りの優秀な提督たち、キャラクターたちを使うことができそうです。ラインハルトです。我が将兵たちの様子はどうか。ギルヒアイスですね。ミッターマイヤー少将もロイエンタール少将もラインハルト様を信頼しておいでです。ということですね。この時のギルヒアイスの階級なんだろう。ラインハルトはもうすでに大将に昇進済みですよね。ギルヒアイスも中佐ないし大佐だと思うので、後ほどね、キャラクターの配置画面でキルヒアイスの階級は確認しておきたいと思います。反乱軍はすでに全艦隊をティアマト聖域に展開させつつありますということで、戦闘中域はティアマト聖域になりますね。今回の海戦の内容です。ゲーム時間は30分。勝利条件は、同盟艦隊を撃破、もしくは戦果ポイント2万5000の獲得ということになっています。では、艦隊の編成ですね。作戦の総指揮はミュッケンベルガー元帥が行うということですが、こちらは、まずラインハルトですね。それに、参謀にキルヒアイス、中佐です。右翼司令官にミッターマイヤー、左翼司令官にはロイエンタールを配置しましょう。今回メックリンガーは待機ですね。では、ご覧の陣容になります。艦隊の編成も、まあ、デフォルトの編成になってますが、
左翼担当するロイエンタール、これには標準戦艦、同じく右翼を担当するミッターマイヤーも同じ編成です。で、中央にはラインハルトの艦隊ですが、ここには空母が2つユニットとして配置しておきましょう。これで進みます。ミュッケンベルガーの本心を詮索するつもりはないが、少なくとも俺に武勲をあげてもらおうのでという考えは持ち合わせていないだろう。そういうことであれば、こちらもそれなりの対処をするまでということですね。では、出撃です。ここまでね、やり直しプレイも含めてランク S 継続してますので、今回もクリアランク S 獲得目指して、敵の損害は最大限、味方の損害は最小限というので、心がけてプレイをしていきたいと思います。はい、艦隊の方を布陣しています。まずは移動しやすいように陣形を防水陣に変えます。その上で敵の位置索敵していきましょう。ラインハルトは初期配置はやはり左翼ですね。ここでイベント発生です。パエッタだな。左翼の1艦隊を我々の餌に差し出そうというのか。これ、ラインハルトの艦隊のことですね。お、ヤンも出てきましたね。たとえ罠だとしても餌にするにはもったいなさすぎる。あれは白い艦の、白い船の司令官が指揮をしている艦隊だ。アッテンボローも出てきたな。あの艦隊が餌だとしたら帝国軍は優秀な人材を故意に消そうとしている。今回も、ヤン、アッテンボローと、相対することになりそうですね。今だ、全艦右に進路転換ということで、ここは小説にもあった右へ転進の話ですね。これでラインハルトの艦隊は一番右翼に展開するということになると思います。敵は何を考えている。我々に腹を晒し、まるで撃ってくれと言わんばかりではないか。ここでヤンが気づいて、これは罠ではないと、今攻撃しろというね、話をするんですが、パエッタはこれを静観するんですね。ここでね、ラインハルトに攻撃を仕掛けるという選択肢、これを取らなかったというのがこのパエッタですね。まあ、ただ、パエッタに関して言うとですね、小説読んだ方ご存知かとは思うんですけども、最後まで生き残るんですよね、中将として。それはそれでこのパエッタすごいですよね。軒並み、同盟軍の中将待遇だった人たちは戦死していく中、パエッタは最後まで残りますからね。こちらは、司令部ですかね。攻撃開始とミュッケンベルガーが発令をしています。まあ、本来ラインハルトがね、おとりみたいな形で同盟軍の攻撃にさらされるはずだったんですけども、ラインハルトが右翼に転進したことによって、その代わりにミュッケンベルガーの本体が同盟軍の前面に出てきてしまったということですかね。これでミュッケンベルガーの本体と同盟軍が正面衝突するということになりました。ラインハルト、我々がどう動くかで全てが決まる。私は軍の上層部には憎まれている。奴らは私に助けられても不愉快に思うだろう。しかし10人の提督の反感も助けられた数百万の感謝に比べて取るに足りませんということですね。ではラインハルトの艦隊、同盟軍の横っ面を引っ叩きに行きましょう。はい、ではラインハルトの艦隊ですね、左翼から一転右翼に変わりましたので、まずは右翼にやってくる敵の艦隊、これはボロディンの艦隊ですね。ボロディンの艦隊と相対していきましょう。
まずは目の前の敵からというところですね。ボロディン艦隊と交戦状態に入りました。その他まだ同盟軍の艦隊、レーダー上に映っているものはないですね。新しく2つの同盟艦隊映ってます。これはウランフの艦隊ですね。ウランフの艦隊と、そしてアッテンボローが見えましたので、これは間違いなくパーエッタの艦隊ですね。これらの艦隊とちょっと相対していきます。ミサイル撃つチャンスだな。これミサイル撃っちゃいましょう。早いですが1回目のミサイル正射します。一番注意しなきゃいけないのは間違いなくバエッタ、まあ、ここにはねヤンもいますからね、その艦隊だと思いますので、目の前の艦隊はできるだけ早く倒したいですよね。敵がスパルタニアン出してきたので、こちらもワルキューレで防空戦に入ります。今ワルキューレ出して敵のスパルタニアンを迎撃中ですね。よし、ウランフの艦隊、これ後ろからミサイル当てられる。かわされる前に当て尽くしてほしいな。今ね、ミサイルウランフの艦隊に2回目の正射中です。当てられる部分は当てられたんじゃないかな。そしたらボロディンの艦隊に向き直りましょう。ボロディンの艦隊の足が止まったタイミングがあれば、ロイエンタルの3連星射正面からね撃っていきます。これ敵のシールド突き破る強力な15秒間の主砲3連星射です。これでボロディン艦隊を完全にね、壊滅状態、無力化しちゃいましょう。そのままボロディン艦隊に中央突撃です。ボロディン艦隊を撃破したらすぐにパエッタ、ヤンのいるねパエッタ艦隊の方に向かいます。ではボロディン艦隊壊滅させたところで、ウランフがその救援にやってきましたので、今度はこのウランフの艦隊に相対していきましょう。多少ダメージ出ていますので陣形を整えつつですね、ギルヒアイスの献身を使うタイミング待ちたいと思います。ここでウランフの艦隊に対して正面からにはなりますが、ミサイル精査中ですね。このままウランフの艦隊もダメージを与えて、バエッタの艦隊の方にね、向き直っていきたいと思います。さらに、ロイエンタールの主砲3連星射。これね、コスト1なのでとても使いやすいですね。横っ面を見せているウランフの艦隊に、さらに、ワルキューレも出して壊滅させていきましょう。完全に無防備なその姿を晒してますね、ウランフが。ではウランフの艦隊とパエッタの艦隊のですね、側背面にうまく回り込むことができましたので、このままラインハルトの艦隊は両艦隊の撃破に向かっていきましょう。まあ、残念ながらミサイルはもうすでに撃ち尽くしてしまっているんですけども、前と後ろからね、今攻撃の体勢うまく取れてますので、このまま両艦隊ダメージ与えていきます。でそしたら一度ミッターマイヤーの艦隊ですね、これ分離させてボロディン艦隊の方に向けさせます。でその間に主力タルラインハルドの艦隊はバエッタの艦隊を追撃しましょう。ウランフの艦隊もしっかり立て直してきましたね。ミュッケンベルガード威風堂々発動です。ボロディン艦隊を追撃していたミッターマイヤー艦隊はですね、その追撃にも終えましたので、ここで合流してもらいます。戻ってもらいましょう。さらにミュッケンベルガーからつかず離れずの距離を取って、うまくですねミュッケンベルガーの防御力プラス2のボーナス、これももらっていきたいと思います。に溜まりましたので、ギルヒアイスの献身発動します。少しダメージ出てきている艦艇の回復ですね。で、正面をラインハルトの艦隊が受け持っている間に、ムッケンベルガーの艦隊で
ロボス艦隊の側面叩いてもらえれば撃破できそうですね。では有利な体制になりつつありますので、突撃体制に陣形を再編して一気にですね、ヤン、アッテンボローのいるパエッタの艦隊に突撃していきたいと思います。さあ、突撃体制に陣形変更してとどめを刺せそうなところだったんですが、イベントが入っています。確認していきましょう。今回かなりうまく作戦はまったんじゃないかなと思うんですけどね。クリアランクも気になるところですよね。ブルーンヒルトのオペレーターです。一等艦の真下に敵艦がいるという報告です。よくここまで入ってこれましたよね。まあ、今回はうまくですね、ボロディの艦隊と最初に相対した後、ウランフの艦隊もある程度ダメージを与えることができて、すぐにパエッタの艦隊にラインハルトの主力部隊を振り向けることができたので、パエッタの艦隊が味方の艦隊、まあ、つまりヤンの艦隊と言ってもいいと思うんですけど、ヤンの艦隊がね、抵抗部分にダメージをそんなに与える時間は与えなかったんじゃないかなと思うので、クリアランクには期待をしているんですが、結果はねこの後皆さんと一緒に見たいと思います。もうシュタインメッツが出てきましたね。シュタインメッツは確かに当初ブリュンヒルトの艦長でしたね。まあ後にこのシュタインメッツの提督になるわけなんですけども、この時点ではまだシュタインメッツは階級は中佐ぐらいですかね。キルヒアイスもこの時点ではまだ中佐のはずです。同盟軍も撤退したので、これで第4次ティアマト海戦終了という運びになりそうです。あの敵艦の指揮官が分かりました。ヤン・ウェンリー准将、かつてエルファシルの英雄と呼ばれた男です。ここでラインハルトもヤン・ウェンリーの名を耳にしたわけなんですね。まあ、この後ヤンとは、まあ、すぐにね、アスターテ正規回戦でも相まみえることになりますし、皆さんご存知の通りずっとね、帝国、同盟ある限り戦い続けた宿命のライバルである二人が初めて本格的にね、まあ相対したと言っていい第4次ティアマト海戦ステージクリアです。注目のクリアランク見ていきましょう。クリアランク S 獲得ですね。まあ、今回はまあ先ほど振り返りしたようにですね、まあ、うまくラインハルトの艦隊が敵に対して
ボロディン、ウランフ、パイエッタと、順々にね、その攻撃目標をうまく変えることができたのが良かったのかなと思います。まあ、その中でも、やっぱり損害が出ているのが帝国軍の大佐。これおそらくですね、バイエットの艦隊と戦った艦隊だと思うんですけども、それでも被害をここの程度で抑えることができたというのが大きかったかなと思います。では、今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいと思います。